違うところ。違う方向に水ありましたよ。あ、でも速いスキーやりたい。すごい、スキーは今速いスキーやってました、はい、とにかくスキーを横にしないっていうのがちょっとこの、はい、今の雪ストセットの感じなんで、はい、下を向けていく時間を長く。今どうですか？ちょっと遅れてる。下が荒れてきちゃってるから、なんか変なとこ違っちゃう。そうそう、なんかちょっとやばい穴がいくつか。冷凍冷凍から体を大丈夫、後ろになりやすい。はい、バイバイするね。本当長嶋さんと滑りがすごい。だんだん勢いがついてきてるんで、はい、タイミングをどんどん速くしていくといいです。はい、はい、飛ばしやがる。そう、なかなかいいと思います。で、膝がこうやって寄っちゃうんで、この膝を右だとこう、かぶせないで、うん、しっかり。はい。足場がすごいしっかりしてる。ネジが噛むじゃないですか。でもしっかり踏まないとやっぱずれるんですよね。そうです。今右ターン。右ターンの時に、はい、もうちょっと外傾取ってみてください。今一箇所結構自分でも左足が流れたのが、はい、分かりました。はい、分かりました。結構全体的にああいう感じになってる。分かりました。はい、はい、ありがとうございます。片桐さん。1.5倍。こうか。はい、こうがね、もうポールの横来てからキュッて踏むんですけど、その時にこういう踏み方したんです。だから体が回っちゃうんで、手前で捉えといて外傾でスキーを決めてくる。
やっぱ浜中さん、この膝がこうなってた方がいいですよ。こう来て、こういう状態でこう来る。はい。どうしてもちょっと負けちゃいますよね。足乗ってて。だから今日割と足場がしっかりしてるんで、特にエッジをしっかり立てるのに、こうよりもこれの足場はしっかり立てますから。はい、ありがとうございます。でもやっぱ足首ですね、やっぱり。あんま早く滑ろうとしなくていいんで、はい、スタートして一発目か、これダメだった。全然ずれ、これっぽっちもずれない。もっと柔らかい雪だったら引っかかんのかな、それとも。この人でもうまいっすね。昔、子供の頃やさ。やっぱ昔からやってた感じなんですけど、でスラム抜けるときやっぱちょっとこうやって体開いちゃう感じですよ、ね。もうちょっと全体、もう上体あんまりこういう動きはなしで、はい、上体のこのままで、むしろ足を全然。なんかエッジが引っかかる。なんかちょっと寒さ。いや俺はね、もう多分違うスキー入ってくれば。抜いてちょっと足首の曲げの軽く曲げた状態で強弱を出してる。はい。あと体の向きです。はい。まだスラロームがいいですね。一歩目です。初スラローム。十分滑れますよ。早くパンチが出せる。はい。ちょっと意識する。ちょっと棒を意識しすぎて体が振り込みすぎちゃった。あれ上これすぎる。これ入ってるの？一応気合い入れてるってことか。今日の雪は
難しいっすね。大体すっごいね、なんか引っかかんないかと思えば引っかかる。動きは悪くはないと思います。割と、はい、あのただちょっとスキー曲げを意識しすぎちゃってるかなっていう気がして。これがとしてつけましょう。あ、大丈夫か。いや、あとあそこは穴やばいですよね。目標クリアしたから、もうダメだったのか。あ、そうです。もっと足首曲げてきて、全体を。大丈夫。でもあそこ変えようがないです。あそこ、あそこ大幅に変えたら全部変えなきゃいけなくなっちゃうから。小林さんに借りていけば、使えますよ。はい、お願いします。もうそれがあれば杖がないとダメだ。何してもメンバーにしちゃうか。どこそっかしてんだろう。いや、この雪は難しいわ。難しかったですか。どうでした？負けました。負けましたね。はい、おしまいです。浜田さん、頑張るな。新潟か、そつなく降りてきますもんね。じゃあ頑張ってます。はい、頑張ります。いっぱいです。あんまり名前ない。